お待たせいたしました。市民球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の伊藤、対するカープの先発は右の川野、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の伊藤、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは韮澤、背番号54。第3球を投げた、打った、いつも余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番内田、背番号63。第1球投げました、初球を打ちました。遠藤下がっていった、落下点で構えます。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番田村、背番号60。第1球投げました、初球を打った、右中間へのフライ、掴んで、これでスリーアウトになります。伊藤、今日は無難な立ち上がりです。バッター遠藤、セカンド遠藤、背番号45。第1球投げました、初球引っ張った、スタンドに入りました。ファール、初球ファールから第2球投げ、あっと右中間、一投入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、カットボールを完璧に捉えました。タイガース先制、1対0。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは磯村、次は5球目。低めいっぱい、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは5番林、背番号44。第1球投げました、初球から打ってった、あっと右中間、どうだ、ヒットになります。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、中継、林ツーベース、タイガース同点のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは羽月、タイガース一打同点のピンチを迎えています。第2球打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、センター前クリーンヒット、林一気にホームへ、中継、タイガース追いつかれました。1対1、羽月タイムリーツーベース、タイガースなおもピンチが続きます。さあ、先ほどの同点の場面です。ワンアウトランナー二塁という場面でシャイナー、背番号第6球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ抜けた、羽月三塁回った、センターバックホーム、タイガースリードを奪われました。2対1。さあ、先ほどの勝ち越しの場面です。右バッターボックスは8番中村、中村健人、背番号50。第6球を投げた、おっつけた、ライトへ持っていった、ワンバウンドヒットになる、一塁ランナー三塁へ向かう、シャイナー三塁ですと、タッチはセーフ、二塁はセーフ。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、久保、伊藤、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。さあ、5球目打ちました、セカンドの頭上、セカンドを落下点、掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。打順はトップに帰って韮澤、アウトコースいっぱい、見逃し三振。2回の表が終わって2対1、タイガース1点をリードされています。カープ、この回は2番からの好打順、トップバッターは内田、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、インハイ、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは3番田村、第1打席はセンターフライに倒れて、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが取りました。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番磯村。第3球を投げた、打った、1・2塁間のゴロ。遠藤ボールを取る、1塁送球アウト、3アウトチェンジ。伊藤この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって2対1です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは林、第5球投げました、打ちました、フラフラっと上がった、高寺バックしていった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ハツキ。さあ7球目、外角高め、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球、初球出てた、破った、シャイナーナイスバッティングです。さあリプレイです。右バッターボックスには中村、これが2度目のバッターボックス。さあ6球目、1塁打ったんやったりだ、レフトへの当たり、レフト前クリーンヒット、1塁ランナー2塁を蹴って3塁へ、2塁送球、中村ツーベースヒット、ピンチを広げてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番久保。伊藤、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。打った、痛烈な当たり、打球はセンターへ、ワンバウンドヒットになる、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、カープ2点入りました。4対1、バッターランナー二塁でストップ。リプレイをご覧ください。伊藤降板、マウンド上ピッチャーは島本、今日2番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターはトップに帰って2打差は、今日は打った、センターへのフライだ、センター落下点に入りました、取ってこれで3アウトチェンジ。4回の表が終わって4対1、カープリードを3点としています。タイガース、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは遠藤、第1球投げました、1球目ストレート空振り、初球空振りから第2球投げました、打ちました、いい当たり、ヒット、遠藤いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。バッターは3番片山、第1打席は内野フライに倒れています。投げました、初球空振り、1球目空振りから遠藤スタート、投げた、2塁送球はどうだ、盗塁成功、タイガース重要な場面で盗塁を決めてきました。先ほどのプレーです。投げた、打ちました、キャッチャー落下点、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、初球はカットボール空振り、初球空振りから投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、1球外してボール、投げました、ボール。第5球投げました、ストレートはボール、次がラストボール、投げました、打った、二塁ランナー三塁へ向かう、林自分でベースを踏んでアウト。タイか、この回は2番からの高打順、トップバッターは内田、今日はセカンドフライト、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、センター左へのフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番田村、今日はセンターフライとライトフライ。第5球打ったんやったりだ、抜けた、田村ナイスバッティングです。さあリプレイです。右バッターボックスは磯村、今日は三振とセカンドゴロ、投げました、高めの球見逃し三振。バッターは5番林、今日3打席目、ランナースタート、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、抜けた、中継、林いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日ツーベースを打っている初見、第2球投げた、打った、打ち上げた、右中間へのフライですが、野口落下点に入った、取りました、これで3アウト。島本2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって4対3です。
さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で遠藤ライト、きた、入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、遠藤今日これが2本目のホームラン、渾身のストレートを完璧に捉えました。遠藤一振りで逆転、チームメイトが迎えます。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは指名打者シャイナー、投げた、見逃し三振、バッターは8番中村、これが3度目のバッターボックス。第4球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振、バッターは9番久保、今日2打点を挙げています。投げた、打ちました、ショート左横のゴロ、高寺掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。島本下位打線を三者凡退、0点に抑えています。6回の表が終わって5対4です。カープ追う展開で迎える7回です。バッターは田中、投げた、打った、フラフラッと上がった、高寺交代、落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。島本降板、右の梶谷、今日3人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは2番内田、これが4度目のバッターボックス。インロー、空振り三振、バッターは3番田村、今日はここまで3打数1安打、投げました、152キロ直球、空振り三振、2者連続三振、梶谷いい投球を見せました。7回の表が終わって6対4です。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは遠藤、今日は3安打猛打賞、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びてセンター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、見事に初球を捉えました。7対4タイガースリードを3点に広げます。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。8回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは磯村、さあ7球目、打った、抜けた、磯村ナイスバッティングです。左バッターボックスには林、今日4度目のバッターボックス、打ちました、当たり、そこでのセカンドゴロ、遠藤ボールを掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、ツーアウトランナーなくなりました。左バッターボックスは6番、150キロ直球、空振り三振。8回の表が終わって7対4タイガース、3点リードは変わりません。梶谷降板、そして最後を締めるのは湯浅、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあいよいよ最終回、先頭バッターは DH の、打ちました、左中間のフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番中村、これが4度目のバッターボックス。第6球を打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、湯浅取った、アウト。湯浅どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。お待ちくださいませ。治療を受けまして今戻ってきました。プレーを続けるようです。バッターは9番久保、タイガース、ここは何としても抑えたい場面、投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、トイボールを取る、一塁セーフ、セーフセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。第9打ちました、初球打ち、小野寺掴んだ、小野寺自らベースを踏んで3アウト、試合終了です。タイガース見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。